1970年の京和女子プロボウリング史上初のパーフェクトゲームを中山律子氏が達成した日、パーフェクトゲーム達成後は CM へのオファーが殺到したことで社会現象となり、爽やか律子さんの愛称で一躍時の人となった。ちなみにサザンオールスターズの桑田佳祐氏もプロ並みの腕前で2020年にパーフェクトゲームを達成したと公式 SNS で発表された。